つ目。気づいたら4月が終わり、暖かな春もそろそろ終盤ってところね。そろそろ涼しくなってきて、虫もよく見かけるようになる頃ね。そっか、もう5月か。5月といえば子供の日に母の日。そしてみんな待ちに待っているであろうゴールデンウィーク。そして初夏が近づいてくる。2022年上半期もそろそろってところだね。でも、戦争が起きるわ、いろいろと問題が起きるわと、いろいろと怖いことが多かったわね。こんなんじゃ下半期がちょっと不安になってくるわね。みんなも毎日お気をつけて過ごそうね。そうそう、毎朝そういう感じのニュースを耳に挟むのだけど、聞いてちょっと気が良くならない話ばかり。芸能人の結婚報道とか明るい感じのニュースならまだいいのだけど、世間で流れている情報の大半は不安になっちゃうことばかりね。情報の中の幻想を見つめてため息をつくのが今のご時世なのかな。こういう情報を信じ込んでも役に立つかどうかなんてわからないし、でも甘んじるしか他がないしね。そういや、今朝なんか荷物が届いていたわね。これはAmazonからかな。Amazon から私になんか送ってくる知り合いなんていたかな。でも相手何も伝えずにサプライズでプレゼントしてくれたのかしら。あんれ、ニトリって書いてあるわね。そっか、ニトリが私宛に Amazon で買ったものを送ってくれたのか。にしちゃ、急な仕送りみたいだな。ニトリとはしばらく交流していなかったわけだし。おや、入っているものは取れたてのキュウリだって。しかも現地で取れた新鮮なものじゃない。さすがはキュウリ好きのカッパだこと。Amazon 経由で送ってくるとは。直接私に来てもいいのにね。キュウリか。まあ、最近はキュウリを使った料理を作ってないし、いいものを送ってもらったわ。そういや、キュウリで思い出したんだけど。初夏が近づくじゃん。そして5月って、緑ってイメージがあるのよ。ま、私の勝手なイメージだけど。じゃ、話のネタがあるのでお話しするわね。子供の日っぽいって言われてもそうじゃないかもだけど。あるところに S さんという方がいました。S さんはこれといって特徴を持つこともないただの普通の女性。はたから見れば一般女性というイメージ。チャームポイントらしいところを挙げると緑髪ってところか。そんな女性は一つ困っていることがあったのよ。困っていること、それは家計が貧しいこと。S さんは別に家族暮らしではなく一人暮らし。当然、人並みに生活ができていても予算にとても余裕ができないということなの。それもこれも S さんが住んでいるところは後ろの背景にも映っている通りこんな感じの場所にいるそうなの。ま、これはただのイメージだから気にしないでね。そう、本当なら普通の一軒家に住みたい。でもローンだって払えやしないし、借金をしてまで抱えるものを抱える続けることはとても現実的はないこと。だからこそ生活を安定させるに苦労してばかりだわ。でね、S さんは生活を食いつなぐために仕事を探していたわ。このご時世、そう簡単に仕事をさせてくれる場所が減りつつあり、なかなか職に就けられずに苦労するばかり。だから彼女は求人誌を読み漁って自分に合う仕事を探していたわ。そして数ある中からピーンとする仕事を見つけ出したの。うまくいけば今の生活を大きく変えられる。かもしれないという淡い期待をしていたわ。その仕事は親がいない子供を保護しろという内容のお仕事。S さんが住んでいる地区は親を失って孤独になっている子供たちが多いの。そして S さんは子供が大好きっていう一面もあるのよね。だから S さんはワクワクしていました。辛いであろうとも子供たちと触れ合える。と思うとドキドキしてワクワクしています。しかし、S さんの予想に返しその仕事は何もかもがうまくいくようなものじゃなかったのよ。よ
話には罠があるとはこのことね。そして S さんは言われたことを思い出したの。そしたらその内容自体は頭のネジがぶっ飛んだ感じ。どこをどう間違えたら尋常じゃない精神でそんなことができるかって話。しかも仕事内容は子供を誘拐し閉じ込めるというもの。保護と聞いていたのに子供をさらって監禁しろというものなの。保護と偽っていたのかな。子供が好きな S さんは蝶が見えたぎるほど怒りが屈伸したのよ。しかも逆らえば即刻首。さっき言ったけど今の時代はそう簡単に職に就けないということ。だからまだ耐えていたわ。翌日、S さんは職場に行って、指定された場所に移動したの。そしたら迷子となっていた子供を発見したわ。でも S さんは子供を見て驚いたのよ。なぜなら人間の子供、じゃなくて吸血鬼の子供だったのよ。吸血鬼は血を食らうというおそましい怪物。そんな怪物の子供を保護しろということなの。さなえ。いや S さんは人間だから美味しいそうな血がどっぷり詰まっていること。最初はためらったけどまだ小さな子供。子供ならたとえ吸血されても座れる力あまりないわず。そして S さんはゆっくりと近づき誘拐する準備を伺ったわ。すると子供はくるりと回って S さんの方を見たわ。まさか後ろにいるなんて思ってなかったのでしょう。びっくりしているわね。それでも S さんは笑顔で子供の方を見つめているわ。子供に疑われてしまったら大変だからね。そりゃそうなるわね。見ず知らずの大人が急に手を握ってくるからね。怪しんでいるにもかかわらず S さんは手を離さなかったわ。子供は必死に離そうとするけど S さんは強く握っているみたい。すると S さんは子供を頭に抱えてそのままどこかへ連れ去ったの。ますます、S さんがこの仕事に従おうとしている。そう、洗脳でもされたかのようにね。気がつくと連れ去られた子供は暗い暗い部屋に寝転がっていたようなの。もちろん肉眼で何か見えるような感じでもないほどの暗さなのよ。そうね、暗い暗い監獄に囚われているかのように。すると、どこからともなく誰かの会話が聞こえてきたのよ。それは S さんの声とその職場の上司との会話。もう完全に S さんは言いなりになっておりノルマを達成しないと落とされる可能性があるということなの。だから子供を誘拐することを廃れないように続けること。と命じられたのよ。それを聞いた子供はゾクゾクしていたわ。まだ難しい言葉が理解できないし、しかも吸血鬼であるもの。でもなんとなく嫌な感じであることは気づけたのよ。そして子供は閉じ込められている檻に体をぶつけたわ。すると音に気づいた二人は子供の檻を移動したわ。どのあたりに移動したかはもちろんわからない。でも逃げようとしていることを気づかれたのかもしれない。すると二人の声は遠ざかっていったわ。当たり刃物静か。他に誰かいるかどうかもわからない。疲れた子供はそのうちに打とうとしちゃい、眠ったわよ。翌朝、大きな音で目を覚ましたわ。すると目の前に S さんがいるの。そして檻を開けたのよ。もしかしたら子供を出すためなのかな。子供は喜んだわ。ようやく外に出してもらえるからね。